分曲飾りますよ。こんばんは。2月15日午後7時になりました。第277回のしゃべくる祭りの時間になりました。今日の祭りなんですけどもね、午前中ですが、今はね止んでますけども、風強かったですね。私なんかね飛ばされそうになっちゃったですよ。もう本当に、あ、いや誰かそんなことねえって言ってますよ。そんな不定のに飛ばされっこねえじゃんね。ということでね、今日はあの仕事から帰ってね、慌ててね夕刊見たんですけども、今日はね、あの痛ましいね、あの軽井沢のバス転落事故からちょうど1ヶ月ということでね、1面とそれから6面7面にねこうたくさん記事が出ておりました。本当に全国からね、県内外からたくさん次々とね追悼においでになったというような記事がありました。改めてですね、犠牲になった方々のご冥福をお祈りしたいと思います。ということでね、今日の放送、生放送ではお送りしております。今日のゲストなんですけども、こちらにおいで、松代郵便局の局長さん、竹前博美さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。松代郵便局、竹前です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで、竹前さんね、はい、早速なんですけども、この今現在その松代郵便局の局長さんなんですけども、はい、松代にはいつおいでになった、はい、27年の4月1日なんです。昨年の4月ですね。はい、じゃあまだそんなに長くないんですね。4月迎えて1年ちょっと迎えたんですね。ね、それで、はい、その前は、はい、松代の前はこちらにおいでになったんですか。そう、大岡郵便局におりました。大岡にも長く、ちょうど3年おりました。あ、そうですか。はい、大岡というと、山で大変じゃないですか、雪とかいろいろで。まあそうですね、通勤の距離なんですけど、うん、まあ真っ白に来てちょうど大岡の3分の1ぐらいにいましたね。お宅はどこなんですか。家はね、川中島。ああ、そうなんですか、はい、そうすれば、はい、そうですね、3分の1ぐらい、山も登んなくて済みましたね。大変なところもありました。まああと、まあ通勤でいうと、やっぱ自然が豊かなところなんで、あ、そうですね、狐やタヌキがねしょっちゅう出てきて、まあ追いかけっこをしてるような感じでね。遊んでた、はい、遊んでたわけじゃねえんだね。ないです。ただね、うん、怖かったのはね鹿なんですよね。うん、まあ運転しててこう、私が運転してるこの上の辺にこう顔があって、こう、それは仕方ねえな。まあうまいですね。本当にね、そういう鹿がね、うん、急に横切ったりとか、うん、まああと大体運転してる時は夜の暗闇の中なんですけど、うん、こうカーブ曲がったところに鹿がいてね、うん、何回かこう引きそうになったりっていうのはあります。でかいでしょ、目の前にこう来るんですか。だから自分の顔の上ですよ。ああ、びっくりしちゃうそれは。あ、そうですか。そんな感じでね、鹿はもう本当にあれですか、こうビャーッと襲ってくることはないでしょ。襲ってくることはないんですけども、うん、やっぱりねそういうのが目の前にいてね、うん、めったに見ないもんですからね。そうですね。でスピード出して降りていくとね、うん、目の前にいて本当に引きそうになって、うん、危うくっていうのはもう何度かありましたね。そうですか、はい、怖いですよね本当にね。急に現れてくるんでね、うん、本当にまあ驚かされてるのと、やっぱりこうドキッとしてね、うん、心臓がバクバクして。そうだ、鹿は何でもそうだけどさ、交通、はい、ルール守らねえね。いや、それがですね、交通ルール守らねえ。まあ一回だけあったんですけど、うん、まあ、あったの？朝なんですけどね、うん、まあ普通に通勤してて、うん、T 状に差し掛かったら、ちょうど白線のところで、うん、メスの鹿が4頭ちゃんと一列に並んで、うん、私が行くのを待ってた。あ、そう。交通ルールを守ってる鹿もおりました、ね。それは鹿に表彰状与えなきゃいけない。まあこっちは唖然としてね、ねこう取り過ぎちゃってるんですけど、やっぱね、そういうこともありましたね。そういう、そういうこともちょっと大変だけども、あれ、多かっていうと、あれ、雪降られ、いっぱい。そうですね。雪は大変じゃないですか。まあ、街中はね、降ってなくても、向こうはね、やっぱり山なんで、雪ね、
全然違いますね。あとやっぱり、まあ、あの私買ったのは裏道ね、近道通ったんですけど、あの県道とかはねバス通るんで優先的に除雪するんですけど、私とか一回来てくれないんで、行きも帰りも自分が除雪車になったような感じ、ね、なるほど、そういうことも何回か、前にブルドーザーついてます、まあ、ついてはないですけどね、あのただあのね行き多いけど、まあ、自分が動けなくなったとか止まって全然ダメだってことはそこまではなかったですよね、はい、まあそのそういうことはあったけども、ね、事故には、まあ、あらかったでしょ、まあ、事故はないんですけど、ただね去年一昨年ですかね、タイヤを履き替える前の12月の上旬なんですけども、うん、まあ、あの大体あの、ね、汗行くときは降ってないんですよ、うんうんうん、で昼ぐらいからこう吹雪いてきて、大体帰るときになって、まあ、一面が、ね、白くなっちゃう、そういうのなんですけど、まあ、ゆっくり、ね、降りてくれば、ね、問題はなかったんですけど、たまたまさっき悪くあの友人とね、名古屋でちょっと一杯っていう話が、それは考えやまだな、大川行くのにそれはね、ノーマルじゃな、一応ね、慎重かつスピーディーには降りてきたつもりなんですが、まあちょっとね慎重それはあの、ガンガンスピード出すことじゃねえの、いや、出したらないんですけど、やっぱね、まあそこでやっぱちょっとね、あの滑り始めて、まあ、ガードレールにぶつかるそうになってね、一応あのね、ハンドルうまく切ったつもりでね、正面の左前からぶつかるところをなんとかこう回転してうまくこう、何それ自分が運転うまいっすよ、タイヤってうまいタイヤ、たまたまうまくこうなんねえかなと思ってね、そう、はい、したらまあうまくこう、ちょうどまっすぐ正面向いたところでぶつかった感じになって、そんなにあの思ったほどの衝撃なかったんですけども、怪我しろあった、怪我は特にないです、ああよかったですね、ただやっぱりねぶつけてるんでね、どのぐらいへっこんでるかね、もしかしたらバンパーも壊れてんじゃないかと思ってね、あのちょうどそのガードレールぶつかった下上がねで街灯があったもんでね、そこまで行ってちょっと見ようと思ったら、ガードレールの下に私のナンバープレートがこっち見て落ちてましたそういうこともありました、笑い話ですか、そうですか、ああそうですか、ね、まあ、車は特にあの無事だったんで、まだね、あのそうですか、良かったです、怪我なくてよかったですよね、本当ね、本当ね、うん、あ、そうですか、ありがとうございます、いやそれは大川の時は雪に鹿、はい、ね、大変だったんですね、はい、そうですね、まあ当時ね転勤した頃はね、なんでこのね山の中のね、タヌキやキツネや鹿が出てくるところに通ってんだろうかなと思ったんですけど、まあ今となってはね鹿なんかもね一度もお目にかかってないんですけども、懐かしい、本当ね秘書の体験させてもらってありがたいなと思ってますけどね、はい、山の中で、そうじゃあなんか希望して山の中しか行ってないんじゃないの、いえいえそんなことないです、山他には山どっか行ったんです、まあなんかあの前ですけども戸隠、やっぱり山山たまたま今山のつながりで、ね、そうだったね、あ、そうですか、いや、あの戸隠いましたね、うん、やっぱ雪の量はやっぱね、大川よりやっぱり戸隠のやっぱね、多いですよね、あ、やっぱり向こうの多いですかね、ですね、やっぱり違いますね、やっぱり山っきりで言っちゃいけないけど、いつも山っきりですか、いや、そんなことはないです、そんなことない、あの他のところも行った、そうですね、私も真っ白いで多分7曲ぐらい回してますけど、そうなんですか、はい、そうですね、じゃあ、木梨とか戸隠とか、いや、新町の山の方とか、いや、そっちは行ってないですけど、まあ、一番最初なんですけど、実はあの東京の新宿の、新宿、そこであの東京の本当のあの本当の新宿、本当の新宿なの、まあ、新宿ですね、へえ、あの新宿ってさ、いい響きですよね、いや、俺懐かしいですよ、そうそうそう、俺ね、あの新宿西口大好きだった、細ビルいっぱいあるところで、ああいういいですね、いっぱいね、いい感じですよ、そんな話してないね、はい、で新宿のに酒飲んでたんじゃねえでしょ、あの仕事、ね、仕事で、あのですよね、はい、はい、あ、郵便局でしょ、まあそうです、郵便局ですね、はい、そうです、あの場所はあの東口の方なんですね、西口じゃなくて、ああの伊勢丹デパートの真横にあるんで、結構ね、伊勢丹、はい、よく行ったっすよ、あ、そうですか、郵便局じゃないでしょ、じゃあ新宿からこっち山になっちゃった、そうですね、まあ、新宿でもう一曲経験したんですけど、13年ぐらいしてね、ちょうど帰ってこちらへね帰ってきたんですけど、その帰ってきたところがちょっと戸隠郵便局ということで、ああそうなんですか、はい、全然環境が違うところに来るようになりました、はい、じゃあ若い頃から郵便局を勤めたって、郵便局なんかこう希望して、自分は若い頃から俺は郵便局に勤めるんだということだった、はい、え、全くそんな気がないですねあ、そうなんですか、はあ、じゃあ卒業されて郵便局お張りになって新宿、はいはい、そうですね、そうですか、はい、
その郵便局にお勤めだったそのきっかけっていうのは、はい、なんかこの、さっきの話のね、はい、まあたまたまみたいな話だったんですか。あの本当の他に行くところはなかったから郵便局に行くようになりましたね、はい、そうなんです、はい、まあそうね、まあいいやそう話として聞いてきますね本当です、はい、そうですか、はい、ところで、はい、ちょっと真面目な話ですね、はい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 、郵便局っていうのはそれどのぐらい松代市内全国とかでどのぐらいあるんですか、はいはいはいですね、松代ではですね、うん、豊坂郵便局とあと寺尾郵便局と、うん、あと松代郵便局の3局あります。市内、ね、市内だとですね、あとそれにあの長野南郵便局とか長野中央郵便局ね、うん、大きくて配達もしているような、ね、あの郵便局から簡易郵便局といいまして、多分ね100まではないと思うんですけど、80からそこら辺の数は多分、ね、市内には、ね、あると思いますね、はい、だいたいねあの郵便局なんてね、郵便局もすぐ起点になりますからね、はい、郵便局からどのぐらいってね、まああのね日本全国どこでも津々浦あるので、それが郵便局のいいところだと思います、ね、はい、まあそうですね、はい、あで話は変わりますけどね、はい、そのもう2月も中旬ですか、はい、その私どもね郵便局っていうとやっぱり年賀状っていうふうに思いつくんですけども、はいはい、もうないですよね、一段落して。そうですね、今はもう全然ね一段落したとこで、はい、そうですね、 あれ郵便なんだ年賀状も大変でしょあれね。そうですね、まあ私の中でやっぱり年賀状っていうのはね、一大イベントだとこう思ってますね、あのよくねあの年賀はがきの発売の時とか、あと元旦の配達の時、またあとお年玉当選番号発表の時にね、あのテレビとかでもね必ず取り上げていただいて、まあ、新聞でもそうですけどね記事させていただいて、ね、まあ、やっぱりそれだけ、国民の皆さんが関心を持っている行事だ一つだと思ってますんで、はい、ね、この先日お伺いしたら、はい、あの今松代郵便局ではその配達業務はなくてあの窓口業務だけだ。そうですね、あのちょうど民営化があったんですけど、あの時にですね、配達の方はあの松代地区は今長野南郵便局の方に、あそこはあれですよ、はい、あのここら辺近辺南、そうですね、例えば篠ノ井とかも篠ノ井から川中島、青木島とかもう、じゃあここら辺から全部松代までは全部あの長野南郵便局が受け取ってる状態で、じゃあ本当に完璧に、はい、あの松代郵便局は窓口業務だけ。そうなんですよね、松代の方には本当にご迷惑かけていますけども、いや迷惑そういう状態で本当にはないんだけども窓口業務だけに今なっちゃってますね、はい、やっぱりこのいい雰囲気ですね。そうですか、うん、まあそうですね、私が言うのもあるんですけど、まあ局の中結構明るく楽しい雰囲気でね、いいとは私もね、はい、何回か利用させていただいてるんですけども、はい、いい雰囲気でね、はい、やっぱニコニコして金融機関って感じだわ。そうですか、ありがとうございます。ね、まあね、窓口もねそういう形で皆さんに接していかなきゃいけないし、うん、あとまあ当局の方ではね、ご存知だと思うんですけども、うん、ATM コーナーの奥にですね、うんうんうん、コミュニティホールというのがありまして、うん、そこで真っ白地元の方がですね、うん、書道展、キノコ展、写真展というのをこう開催させていただいてます、うん、でまた3月の3日からですか、うん、またひな祭りの展示が始まりますので、うんうん、よろしければまた足を運んでいただければと思いますので、うん、でまたそれなんかそうですね、それは、うん、ひな祭りってことで、まあマップなんですけどね、当局の方も3日から展示させていただきますんで、松代各所で、ね、そうですね、展示するやつ、ね、ってますんで、はい、わかりました。で、時間もねだいぶ残り少なくなってしまったんですけども、はい、松代郵便局っていうのは、はい、いつ頃開設というか開局というか設立されたんですか。はい、私調べたら明治の5年、9月1日にこう開局したってい こうデータが残ってまして、ですか、実はですねこういうのをちょっと申したんですが、これは明治5年ですか、はい、いや明治の建物、多分これがね一番最初に作っていただいたのではないかと思います。はい、まだ木造ですよね。いい雰囲気ですね。そうですね、あで次がですね、でその後これ多分建て替えだと思うんですけど、ここに上に書いてあるんですけどね、昭和32年の11月がね、はい、これは木造レンガ、ね、あレンガですか。レンガだと思いますねこれね、はい、これも昔の雰囲気でいいイメージですね。そうですね、2階建て、ね、2階建てみたいですねこれもね。これ、はい、幅からあやっぱりここら辺の時は集配業務やってたから大きい、そうですねと思います。
今より大きいんじゃない、はい、いやどうなんですかね、これちょっと比べてもないんで何とも言えないんですけど、はい、そうです、最後まあすいませんね、これが今現在になってますね、ちょっとこれはまあ絵でなんですけど、あこれが62年の11月に完成したってことなんで、あ、はい、なるほど、29年ぐらいになってますね、はい、こんな感じ で、 そうなんですか、だいぶあの昔の写真出させていただいて、あの懐かしい方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、はい、こんな形でやっております、あ、はい、あとなんか切手なんか売ってる、記念切手ですか、そうですね、サラダ丸やってて、ちょうどあの2月の1日にこう発売になりまして、あの天文や、あのテレビや新聞でこう報道していただいたんですけど、こういう形でサラダ3台って切手ですか、こういうのをちょうど今販売していまして、まあ、県内外はもう県内外の方からね、こう好評いただいている形です、ちょっと今はねちょっと局に在庫ないんで、うん、予約を受けたまる状態になってますんで、また、3月ぐらいにまた入ってくるんじゃないかと思いますが、こういう形で、これは普通の切手ですか、そうですね、あのシール切手で80人でこうね、うん、水つけなくてもそのままシール貼っていただけるので、なるほどなるほど、ただこういうデザインも入ってますので、お82円で 2,3、はい、枚あるんですか、10枚ですね、10枚、はい、820円、1230円です、ね、ん計算合わないんですかはデザイン料も入っております、あ、はい、だって他の切手だってデザインするんじゃないですか、まあそうですね、だけどこれね、まあ、それだけあの皆さん全国からも来ていただくだけあって、やっぱりね、全国から来るんですか、そうですね、取りあの会に求めていただいて、そういう状態なんで、はい、あそうですか、はい、今ちょっと今はないんですけど、またよろしければまだ窓口の方にお越しいただいて予約が受け止まってますので、あそうですか、ぜひ、はい、人気あるんですね、おかげさまであります、あそうですかありがとうございます、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はいはい、ね、もうこんな話してたらね、はい、だいぶ時間も終わっちゃったんですけども、はい、最後にね、はい、中村さん、松代というか全国というか皆さんにね、はい、一言ちょっとお話しいただいてもいいでしょうか、はい、まあただいま、うん、真っ白郵便局なんですけども、うん、2月の21日まで外壁の工事をしております、また内装の工事もですね、うん、2月の27日から3月の6日まで行います、うん、お客様や近隣のお住まいのお客様に大変ご迷惑をおかけしていますが、まあ、よろしくお願いします、わかりました、またね、今サラダ丸でね、うん、だいぶ真っ白も全国的に盛り上がってますんで、なんとか真っ白郵便局もね、そういったにらえるように、うん、魅力ではございますが、地域発展のために頑張っていきたいと思いますので、またこれからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、今日もお忙しいところありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、お知らせなんかお知らせね、和紙のちぎり絵っていうのね、樋口家住宅で、20日の日にやりますね、午前2回、すると2月の21日、ね、20日21日とね、2回やりますね、最近切り絵というよりちぎり絵もね、それに入ってますね、うん、あそうかね、まあ、こういったらちょっと面白いかなと思ってね、ぜひ体験していただければ、そうですね、ぜひ体験していただければいいかなと思います、はい、樋口家住宅ね、2月の21日、はい、あ、20日21日、土日です、はい、よろしくお願いします、それでは皆さん、来週は、来週はね、清水さんにね、清水隆三さんにちょっとお願いして、ね、今日は来てるんで、ちょっと一緒に出ていただいて、来週は278回、一緒にじゃあお願いします、大好き、はい、鳥が大好きで全国を飛び回っていい写真やなんか出会いもあるらしいんですけども、楽しんでいる、小林信弘さんです、どうぞ楽しみに、なんか一言、そうですね、はい、松代の野鳥をまあ基本にいたしまして、あとはまあ自分でほぼ飛び回っている鳥のお話ですとか、まあ身近な野鳥のですね、観察の仕方とか皆さんに親しんでいただけるような、そういった番組にしたいと思っております、よろしくお願いします、どうもよろしくお願いします。
じゃあお楽しみに。